還元など船の各部距離の名称日本海軍の砲艦、熱海、河川用に設計されたため、還元が小さい。還元、またはフリーボードは船舶において水面から上甲板までの距離を言う。管源が小さいと船の上まで波が届きやすくなり、甲板上での人の行動が困難になったり、船上海後部からの浸水により沈没する危険が高まったりするため、 船の公用能力と関わりが深い要素である。外洋で活動する船は還元が大きい。一方で、波がなく穏やかな内水域で使用する船の場合、還元は小さくても問題がない。むしろ内水域は、水深が浅く喫水が浅い船体となることから、転覆の危険を生じるトップヘビーを避けるため、還元を小さく設計する。還元が大きいということは、 予備浮力が大きく多少の浸水では沈没しないということも意味する。適正な予備浮力を確保して、船の安全な運航を行うため、十分な還元が維持できる位置に満載機水線が規定され、それを超えて船体が沈み込むほど、乗客や積み荷を乗せることは制限される。船体の中央部の還元は小さな値としつつ、波を切る。 選手部分や船尾部分だけ甲板を高い位置にすることで効用性能を向上させる船体設計の手法がある。選手部の甲板に段差をつけて一段高くした選手楼や甲板を反り上がらせた視野を施すといった方法が見られる。ありがとうございます。